M1902 陸軍士官党を整列した第三、不評連隊の将兵。指揮官らは、M1902 軍党を台頭している、M1902 軍党を台頭した、陸軍将校ら。前列中央は、ジョンパーシング将軍 AM1902 陸軍士官党は、アメリカ陸軍が1902年に、士官用軍党として採用したサーベルである。儀礼用の装備としてではあるものの、 現在でもアメリカ陸軍の士官用軍刀として使用されている。この軍刀の現在の正式名称は全士官用軍刀 M1902 とされる。1902年7月17日、一般命令81号において正式化された。M1902 軍刀は従軍牧師を除くすべての士官に縦脇の権利が認められた。 やや湾曲した葉の葉渡たりは30から34インチで、最初に陸軍が指定したところによると、重量は20.2から22.8オンス程度で、ある。重心は、柄から3.25インチ程度の箇所で、不評用軍刀として適したバランスである。M1902 軍刀は、従来配備されていた M1850、徒歩士官刀及び、 M1872 騎兵等の後継装備と位置づけられていた。設計は、軽量で斬撃及び一つに適した、実践的な兵器たる軍刀を求める将兵の声に、応える形で行われた。かつては、主官の身長に応じ、刃渡り30インチ、32インチ、34インチの、いずれかのモデルが支給された。現在では31インチのモデルのみ支給される。 1889年に召集された不評商工委員会においては、当時配備されていた M1863 号、左関東について、歯が軽すぎて、斬撃と一つのどちらにも適さず、騎兵や砲兵にとっても使いづらいと指摘された。これを受けて軍部は、新たな軍刀の模索を始めた。最終的な M1902 軍刀のデザインは、1871年から、 ヘンリー・ヴィアリアンカンパニー社にて数年を費やし、行われた研究及び実験に基づいている。陸軍人事総監で剣術の専門家でもあった、ジョン・シー・ケルトン将軍も設計に協力した。社長ヘンリー・アリアンは、ヨーロッパ各地を何度も歴訪して、研究を重ね、複数の軍刀を試作した。この中には、極刀だけではなく、直刀も含まれていた。ケルトンは、 現用の軍刀とも比較しつつ、中央から切っ先にかけての湾曲が少なく、中央より下は柄と平行に近いことが望ましいと指摘し、それによって強い力で出突することが可能になるとした。1902年6月、ワシントン DC にて軍部交換らの委員会が催され、アリアン社製の試作軍刀5本が審査を受けた。このうち3本が自家刀、2本が極刀だった。 また、武器商からも、同数ずつの試作軍刀が提出されている。そして最終的に選ばれたのは、アリアン社の軍刀のうち、ケルトンが最も好ましいと評価したデザインのものだった。当初、鞘や森剣の材質は洋白だったが、後に、ニッケルメッキ工に改められた。黒い牛角材製だった柄の握りは、すぐに、硬質ゴムに改められ、後には、樹脂製となった。 アメリカ国内では、エームスマニファクチャリングカンパニーのみが製造を行った。スプリングフィールド造兵廠も当初は生産を行っていたが、1918年に中止した。スプリングフィールド造兵廠では、1902年から1918年までに5735本の M1902 軍刀を製造した。その他、アメリカ国内の軍需品の輸入業者を通じ、 ドイツ、フランス、スペインなどヨーロッパ諸国のメーカーにも製造が委託されていた。現在でもアメリカ陸軍の共犯 FM3 から21点をドリルセラモニツにおいて士官用軍刀として M1902 を用いる旨が言及されている。パレードや式典の際、舞台指揮官たる士官が台頭するほか、晩餐会、結婚式や葬儀、 館式などの際にも台頭することが多い。一般的には、アーミーサービスユニフォーム着用時に対等し、メスユニフォーム着用時に対等することは、極めて稀である。ありがとうございます。